オッス視聴者さんズンダモンなのだこんにちは柚木ゆ,ゆかりですズンダモン突然ですけど一緒に毎度やりませんどんな仕事なのだこちら「コープスオーシャン」というゲームなのですが小さな潜水艇を操縦して深海で探し物をするという簡単なお仕事ですわ潜水艇の運転なんて僕たちやったことなくねそのあたりは操作が単純なのでなんとかなりそうですっていうか そもそもタイトルやばくないか直訳すると死体の海なのだ海底から回収しなきゃならないものって何なのだまさかご遺体とか言わんよなやだな考えすぎですよ済んだもんったら我々2人なら何とかなりますって仕方ないな晩ご飯んおごってほしいのだそのくらいでいいならいくらでもゲームの説明が始まったのだいわくつきの海域で 海軍の実験用潜水艦が行方不明になったと何の実験してたんだろうな回収するのは詳細不明の有機物ですか。早速現場にやってきました右手にあるのがソナーか現在地と潜水艇が向いている方角がわかるナビ機能みたいなのもありますね潜水艇の中は結構狭いなゴルクボードに猫の写真とか貼ってありますね 犬のの写真もあるのだ。ストレス多い仕事なのかも仕事内容の説明が表示されているので確認しましょう目標を発見したらスキャンして回収するのかそうですね目的のものの所在地は分かっているので表示されます <S, S とか W は東西南北の座標を表しているんだなはい D は深さですね次に操作方法の説明です特にキーボーボド操作でで、不自由なかったので コントローラーでの操作は試していないのだ。視聴者さんも興味があったら遊んでみてください。日本語非対応だけど、英文の量は思ったほど多くないのだ。次に任務に関する説明です。任務は機密扱いか。目的のものの座標を確認して回収するんだよという、最後の説明となります。ふむふむ。最後に、注意事項かな。衝突避けろって書いてありますが、 結構海底にガリガリ擦っても大丈夫です我々は素人だしなではお仕事を開始していきましょうか最初の所在地は南22西5深さ3 3だな。出発進行ですライトをつけたのだ結構画面が暗いゲームなので編集で少し明るくしています現在地を確認しつつ 南22を目指しているのだなんだか霧がかかっているみたいに前方が不鮮明ですね確かにだが海の深いところなんだからこういう場所もあるかもなたまに見えるのは魚の群れでしょうか自分以外の生き物がいると落ち着くな次は水深33まで潜るのだ現在地の座標がわからなかったら完全に迷子になりそうですね外の景色がこうも不鮮明だとな これは海底にたどり着いたみたいですね。目的地の深さは33だから、もう少し潜らないとダメだな。近づいているはずですから、周囲を探してみましょう。おや、あれじゃないかそうみたいです。この辺りは明るくて助かりますね。スキャンをしたら自動で回収され。って、どう考えてもバイオハザードって書いてある。次の目的地が表示されました。探し物は全部で6つのようですね。 ゆかりさん、この仕事大丈夫なのだまあまあ、一個目なんともなかったんですし、大丈夫でしょう。そういう装備で来ているでしょうし。本当かな次の座標って何だっけ北42、西1、水深39です。現在地が南15とかだから、かなり北上しないとダメだな。あんまり生き物いませんね。おや、お魚さんか。 今日のお夕飯は何がないんいで,でもいいぞゆかりさんお魚見てたらお寿司食べたくなったのだバレましたかお夕飯は回転寿司でいいですかこの先ヤバいもんが大量に出てきてお寿司どこじゃなくならないといいがなだ大丈夫ですってたぶんちょっと北に行き過ぎちゃったがだいたいこのあたりか水深39なのでもう少し潜らないとダメですねドラム缶じゃなさそうだが 何かあるなこれはビデオテープ実験に使われたものなんですかねそういや沈没したのって海軍の実験用潜水艦だったよな何の実験してたんだろうな一生公開されなさそうですねドラム缶の中身も秘密ですしビデオテープは回収できないから諦めるか目的のものが見つかりましたね回収しましょうよしスキャンするのだ回収完了です 次は北56、西60、深さ62か。かなり西に行かないとダメですね。あと、結構深いです。今のところ順調だし、頑張るのだ。西に進んできたが、結構暗いな。もっと西に行きつつ降下しないとですね。これ、今僕たち二人だからあんまり怖くないけど、一人で遊ぶと相当怖いだろうな。かなり暗いし。 視界も狭いし閉塞感がすごいですよね。今西44とかだからもっと西に行って降下しないとダメだな。し、静かだしめちゃくちゃ暗いですね。本当だな、一人だと音楽とか聞いてないと精神病んでしまうかもなのだ。そろそろ西60なので降下していきましょう。目的地は水深62だからまだまだなのだ。 あれ、左手にサメが見えましたね生身の人間ならともかく潜水艇には興味なさそうだな目的地に近づいている気がするので周囲を探しましょうあったのだこれで3つ目なので半分です次の座標はどこかなえっちょちょちょメッセージがなんかバグってますどうしたんだ危機の不具合なのだそれともメッセージをミスタイクしたとか 次の場所の座標だけはバグっていなくて北29西56深さ60と読み取れましたねとりあえず行ってみるか暗いですねお魚の存在が癒しなのだ座標の付近見ても何も見当たらないので一回水面に浮上してみましょうかそうだなズンダモンんか何かを叩くような音してません今。 酸素ボンベで呼吸するような音もしたな沈んだ潜水艇の生き残りがいるとか沈んでから3週間以上経っているのにか普通は無理ですよねミッションのメッセージが正常に戻っているのだえっどうして戻ったんです分からん次の目的地の座標も変更されているからとりあえず向かうか目的地を目指して進んできましたがやっぱり暗いですね 怪奇現象が起こったせいで早く帰りたくなったのだ目的地に近づいてきましたがなんだか太いワイヤーのようなものが見えますこれ一体何なんだろうな近づくのだうんこれはここれって沈沈んんだ海軍のの実験用潜水艦でではここに沈んでいたのか。とりあえず目の前に目的のものがありますから回収しますか 回収完了なのだ潜水艦、思ったより小さいような一体何の実験してたんだ次の目的のものもこの近くにあるみたいなのだ探しましょうおっとありましたね近づいて回収するのだこれでオーケーなのだ次で最後ですねえっこれマジで言ってます 許容されている最大の深さが100なのに次の目的地は178まで潜らないとダメなのだ何でしょうこの潜水艇って水深178の水圧に耐えられるんでしょうか全然わからんっていうか許容されてないのに場所を指定してくるのが意味わからんマジで何なんでしょうね次の目的地まあまあ遠いですね遠いし深いしおまけにめちゃくちゃ暗くて何も見えません 怖いのと閉塞カとで、なんか色々と麻痺してきたのだずんだもん前方に何か潜水服を着た人だ拡大してみたが、潜水服を着たボイタイだイオンもしています何の音でしょうあのボイタイの人は実験用潜水艦に乗っていた人なのかなご冥福をイオンはやんだかこの仕事、ヤバすぎるな 語られていないが裏でいろいろとえぐいことがあったんじゃないか我々が回収しているものも中身は明かされていませんしねとりあえず目的地目指して降下しているのだ許可されている水深100を超えて潜水するとどうなってしまうんでしょう無事に帰れることを祈るしかないのだもう少しで水深100を超えるのだ水圧に耐えられないってわけじゃなさそうですねわからんぞ 目的地の水深は178だから相当深いって何か音がするあ明らかに雰囲気がヤバいですこれこの先に進んだら二度と陸地が拝めないかもしれんな周囲に明らかに見慣れないものがこれ彫刻の掘られた石壁とかそんな感じか古代ギリシャ風味の石の柱もあるようで海底に沈んだ古代都市かっていうか何でそんな場所に座標を指定してくるんだ柱。 たくさんありますねなんかクツルフ神話っぽさも感じます海底の地表に明らかにそこだけ目立ってる大きな亀裂があるのだま、まさかさけめからさらに深いところに入ろうって言うんですか現在の水深が130でどう考えても178に到達するんだったら亀裂から入らないとダメなのだう、こうなったら最後まで見届けるしかありませんね わか,か,ここからん海底に沈んだ神殿か何かかな詳細はよくわかりませんが壁にも石柱にも彫刻が施されてますねなんかクテルフっぽいな海軍はマジで何の実験をしてたか白状してもらえます海軍も海底探査してたらここを見つけちゃったのかもなまたここの坂道みたいなところから深いところに潜れそうですね 僕が不自然に緑色に光っているのだめちゃくちゃ壁に戦隊擦ってますけどお願いだから壊れないでください生きて帰れるかなここからさらに降下するんですかねやばい、めちゃくちゃ深いぞ現在の水深が150ぐらいですか目的地は近そうなのだおや 右側に何か音が止んで逆に不気味ですねこっちっぽいな開けた場所に出たっぽいですねあれ視界が安定したぞ潜水艇の機能が停止してますねうわっさっきの何だったんでしょう分からん 海軍の潜水艦が沈んだのが1989年だからそこから8年経ったなえ潜水艦の座標の近くで何が見つかったんです衛星画像かなんか中央にでかい影が映ってるなお終わりましたねこのゲーム10日で作ったのかすごすぎる結局潜水艇を操縦していた主人公は海底で行方知れずだろうなめちゃくちゃ怖い思いした仕事頑張ったのに不条理すぎますね ゆかりさんそれがホラーゲームなのだはいそんなわけで今回の実況はここまでとなります夜中にプレイしていたらマジで肝が冷えたのだ深海は怖いのだ動画ではもろもろカットしていますがクリアまでの時間は40分弱というところで充実した怖い体験をできましたそれではご視聴誠にありがとうございましたなのだありがとうございましたまたお会いできると嬉しいです またなバイバイ。それではまた。